最近アドちゃんが世界で評価されてる。へえ、そうなんだ。アドって世界に通用してるんだ。俺アドにね、一回だけその交流というか、交流ってわけじゃないんだけど、俺が昔うっせーわをその YouTube の動画で歌った時に、アドが確かね、そのインスタのストーリーとかで俺が歌ってくれたサムネをなんかびっくりマークハテナみたいな感じで、あのエモンのあれみたいな感じでなんか載せてくれてたんだよね。そのなんかストーリー、あのインスタのストーリーみたいな感じで、そう、それびっくりマークハテナみたいな。そう、だから認知はされてる。俺が歌ったことをアドは知ってるぞ。ざまみろマジで。でもね、俺もね、あの一回海外デビューしたことあって、なんだろうな、なんか俺中国でバズってんだよな。ちょっと待ってね、ビリビリ動画でさ、ビリビリ動画っていう中国のサイトがあるんだけど、そこにね、そこでゆうゆうたデビューしてるんですよ。ちょっと待ってくださいね。ほら、これ、あの、で、中国ってなんかね、ネットの規制かなんかで、YouTube 見れないらしいのね。だから、その中国人にとっての YouTube ってこれなのよ、ビリビリ動画。で、これはまあ本当にコメントが流れるニコニコ動画みたいな感じ。これに、まあ、ゆうゆうたって調べると、ほら、こう、めちゃめちゃ伸びてるんだよね。サイト、ほらこれなんて567万再生されてる。ほらで、これにほら海外の字幕がほら草とか言われてんだよ。俺中国で草って言われてんだよ。うん、これ567万再生されてます、中国で。なんでだろうね、変な話だよね。うん、なんか俺じゃないのに、なんか俺のチャンネルがあるんだよね。わかんないけど、もう海外に俺のチャンネルがあるの、俺じゃないのに。無断転載収益。でもこれね、なんかね、あのビリビリの単価ってめちゃめちゃ低いらしくて、もう YouTube のなんか10分の1とからしいよ。うん、だから俺はもう野放しにしてる。まあ俺のあの世界デビューへの足がかりになればいいと思って、うん、俺は一旦野放しに。うん、わかんない。でも収益化されてるかもわかんねえな、これ。うん、すごいな。これ、サイターなんとかって調べると、ほら、567万再生、244万再生、48万再生、137万再生、123万再生。YouTube、俺の YouTube より伸びてね。何これ。87万再生、150万再生、89万再生。これ全部俺の YouTube のただの転載してるだけだからね。88万再生、62万再生、30万再生、30万再生、68万再生、32万再生、32万再生、45万再生、55万再生、47万再生、71万再生、31万再生、23万、25万、23万、26万、20。へぇー。翻訳したらコメも日本語で見れるんだ。ていうかなんか、なんだろう、このチャンネルだけのなんか、翻訳班みたいなのもいるらしくて、俺が喋ってることがそのまま勝手に中国語になんか変換させる翻訳チームもいるらしい。なんか俺が中国でプロジェクトになってる。やばいなぁ。だからね、そう。あの、この前ね、だから俺のメルトチューン、あの、コンカフェにも、なんか、中国からのなんか留学生みたいなのが二人組で来て、あなたが、ゆうゆうたさんですかみたいな感じで、めちゃめちゃなんか、あなたは中国で、とても人気がある人ですみたいな感じで、俺中国の人からめちゃめちゃ、だから俺、なんか、まあ、加藤さんとかがベトナム行くなら俺中国行こっかな。うん。お前らのせいでコロナはって言って。お前らがコロナ広めたんだぞっつって。中国単身で乗り込んでくるか。マジで。やるか、マジで。